またこいつ旅行行ってる。何何？こいついつも海外旅行行ってるんだよ。羨ましい。本当だ。カバンにすごい搭乗シールついてる。いっぱい海外行ってるんだな。いやどうかな。え、何が？このカバン見てみなよ。先月の新作だよ。それなのにこんなにシールが貼ってあるの？多分前の古いのからわざわざ貼り替えてるんじゃないかな。確かに。お前怖っ。でも羨ましいよ。僕もこういうキラキラした写真を SNS とかにあげたい。やろうよ。どうやって？俺に任せろ。こんな場所で大丈夫？大丈夫。革の色は後で修正できるから。まあそれはそうなんだけど、バレない？うまく撮ればバレないよ。任せなさい。ほら見ろ、綺麗に撮れた。本当だ。早速 SNS に載せよう。コメントは南の島でバカンス中でいいかな。やめた方がいいぞ。ここにスーパー帰りのおばさんが写ってる。本当だ、気づかなかった。あっぶな。しょうがない、もう一回撮り直すか。いや待った、どうせならもっと好感度アップするような投稿がいいよ。こんなところでどうする気だよ。全然バカンスじゃない。しかもなんで俺が女にならなきゃいけないんだ。だって海外旅行をあげたって所詮自慢じゃん。それよりも好感度が上がった方がいいでしょう。だから女の子に優しくする習性を取ろうよ。優しくってどんな？女の子が取れない高い位置のものを取ってあげる習性。おお、なるほど、それはいいかも。でも俺別に普通に取れるけど。これは写真だからごまかせるよ。かがめばいいんだから。確かに。うた、かがめ。そうそう、じゃあその後ろに習性ね。あーでももうちょっと身長差欲しいな。カズキ、春生の下に入ってやれよ。おお、そうそう、いい感じ。すげーい。これで僕の好感度上がるよ。ありがとう、若ヒロ。早速乗せるね。お前さすがだな。いえいえ。俺の能力、ろくなことに使われない。